歯の矯正というと以前は銀色に輝くブリッジに抵抗感を持つ方も多かったと思いますが、最近は健康上の意義が見直されたり、カラフルな矯正具が作られたりして、積極的に歯の矯正を受ける患者さんが増えています。それと同時にですね、この矯正歯科を診療項目として看板に掲げる歯医者さんなんですが、こちらですね、ご覧のように20年間で5倍にも増えたんですね。そしてまた歯科医全体を見ましても、20年間で矯正歯科を掲げる歯科医数は1割ほどから3割ほどに増えているということなんですね。はい。ただその一方でトラブルになるケースも増えているといいます。トラブルの未然防止や正しい矯正の普及に取り組む都内の専門医を訪ねました。土屋智美さん43歳、世田谷区の住宅街で矯正歯科医を開業しています。抵抗はなかったです。銀色じゃなくてカラーのバンドがあるっていうのを聞いて、いろいろその気分によって変えたりとかできるって聞いたので、なんかおしゃれになったんだなと思って、かつては二の足を踏む人が多かった矯正のイメージは明るいものに変わりました。しかしその一方、出来上がりや費用をめぐってのトラブルも増えているといいます。歯科医が矯正歯科を診療科目として掲げるのに特別な資格や認定がいらないこと、保険が効かず費用を含め標準治療の指標がないことが大きな原因とみられます。適切な時期に何もされなかったりとか、あるいは誤った方向に行ってしまうっていうこともたまには見受けられることがありますね。厚生労働省ではこの夏、治療のガイドライン作成に向けて動き出しましたが、それとは別に現場の歯医者さんも改善に乗り出しています。土屋さんが所属する日本臨床矯正歯科医会では、このほど一般歯科医向けにガイドブックを作成しました。医師が医師向けに参考書を出すことはとても珍しいことです。矯正専門医の場合はやはりゴールは、これを富士山と例えていただければ、この頂上を目指して頑張って、患者さんのガイド役として一緒に登っていこうという役割をしているわけなんですけれども、ここのゴールを目指さないで、ここにゴールを置いた場合とここに置いた場合では、まず考え方が根本的に違ってくるわけなんです。議論を重ねながら作ったものですので、バランスが取れている本じゃないかと思います。土屋さんの委員に近くの歯医者さんが訪ねてきました。歯医者さん同士のコミュニケーションを取るためです。最初に患者を見ることが多い一般歯科医と専門家である矯正歯科医との引き継ぎが重要だからです。娘のことを気にしていると思うので、お母さんにも十分説明してあげてほしいと。はい、大丈夫です。大丈夫、はい、矯正っていうのは専門的な分野なんで、僕は一般歯科医なんで、やはりその専門医である先生に見てもらうってことが非常に重要というか、割と皆さん今歯並びをすごく気にしますんで、一応型を取って土屋先生に見てもらったりとか、あらかじめちょっと相談したりはしてます。一般の先生と矯正医とのコラボレーションっていうか、この部分はこの先生が担当した方がいいとか、一つのお口の中を作っていくっていうことが大切なんじゃないかと思いますけど。なるほど、はい。一般歯科から矯正歯科への紹介を経て、満足のいく矯正が受けられたというフルート奏者の近藤さんに聞きました。ほっとくと、50、60になった時にもっとひどいことになるかもとおっしゃられて、紹介していただいて設計図みたいのを見せていただいて、今の状態がこうで出来上がりがこうなりますっていうのが分かりやすい、はっきりした説明で、一般歯科の先生も特にまだ歯が丈夫な若い子の時からどんどん消化してあげるといいなと思います。数十万円という費用と2年程度という長い時間がかかる治療だけに、安心してかかれる体制作りが望まれます。